鈴木淵は日本の画家。白雲海主催、名古屋洋画研究所主催などを歴任した、名古屋藩出身の洋画家である。愛知県にて、西村仙太郎や小沢達夫ら多数の門弟を育成するとともに、愛知県の画壇においては、野崎花年らとともに中心に位置づけられていた。そのため、名古屋洋画壇の隊と、愛知県洋画壇の草分けなどと評された。 1870年、名古屋藩愛知軍名古屋城下にて生まれた。淵の父は、かつて、尾張藩の藩主として、尾張徳川家に仕えており、淵は、その三男である。しかし、藩籍奉還による、不藩権三地制が成立した結果、淵が生まれた当時、徳川家の所領であった尾張藩は、単なる行政区画の一つとして位置づけられた、名古屋藩となっていた。 ふちわが行を志し、1889年に上京した。画家である小山翔太郎が主催する不動者の門を叩き、洋画を学んだ。鈴木ふち筆、ヤバタ1910年、1897年に愛知県に帰郷した。自身が主催する洋画塾として白雲会を設立し、後進の洋画家の育成に努めた。後に白雲会は、 名古屋洋画研究所に移行したが、西村仙太郎、小沢不等美、高木亀夫、小沢達夫、市野長之助、掛井忠春ら、多数の洋画家を輩出した。指導にあたっては、門邸の自由研究を重んじており、助言は必要最小限にしていた。なお、鈴木自身は、写実派であったが、門邸の中からは、小沢のように、名古屋のシュルレアリスムを担う、 超現実派も育っている。1930年に死去した、イタリア風の写実主義を特徴としている。1910年に制作したヤバタを同年の文典に出品したところ、愛知県からの出品作品としては史上初めての入選を果たした。なお、ヤバタは愛知県美術館に収蔵されており、愛知県における芸術を解雇する。 愛知アートクロニクル1919 19から2019でも展示された。名古屋洋画研究所にて多数の門弟を育てているが、1922年発行の食名古屋新百人物には門弟数百人と記されている。また、善に取り組んでおり、心身の収容に努めていた。ありがとうございます。